ラドフォード大学は、米国バージニア州ラドフォードに本部を置く、アメリカが衆国の州立大学である。1910年に設置された、バージニア州南西部のラドフォードに位置する大学で、以下の6つの学部を有する。また、修士課程及び生涯学習のための学部として、修士、生涯教育学部も有している。ラドフォード大学は、1910年に2年生女子校の、 東ラドフォード州立市販工芸女子学校として創設された。1924年にはラドフォード州立市販学校に改称1943年にはバージニア工科大学と統合してその女子部となった。しかし、1960年代に入るとバージニア工科大学本学も女子学生を受け入れるようになったため、1964年に バージニア工科大学との統合を解消。分離してラドフォード大学と名乗った。1972年には男子学生の受け入れを始めるとともに終士課程が設けられた。1979年に公明が現在のラドフォード大学に改められた。ありがとうございます。